ジャスティン・アンドリュー・デフレータスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ウィッティア出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。2007年の MLB ドラフト11巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月9日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズで、プロデビュー。10試合に登板して2勝3敗。 防御率四点三零三十四奪三振の成績を残した。二千八年は A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレイし、十四試合に先発登板して六勝五敗、防御率三点六七七十四奪三振の成績を残した。二千九年は A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレイし、三十六試合に登板し、五勝六敗、三セーブ、 防御率3.19101脱三振の成績を残した。2010年はまず A 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし29試合に登板して2勝0敗15、セーブ防御率1.7943脱三振の成績を残した。7月に A 級レディングフィリーズへ昇格。 20試合に登板して1勝0敗6セーブ、防御率2.1928奪三振の成績を残した。オフの11月19日にフィリーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2011年3月12日に AQ レディングへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後は AQ レディングでプレーし、23試合に登板して4勝。 0-8セーブ、防御率2.1043奪三振の成績を残した。6月にトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。28試合に登板して2勝3敗7セーブ、防御率3.7356奪三振の成績を残した。9月16日にメジャーへ昇格し、18日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。 5点ビハインドの9回表から登板し、1回を無安打無失点に抑えた。9月28日のアトランタブレーブス戦では、同点の延長12回裏から登板し、1回を1、安打無失点に抑え、直後の13回表にフィリーズが勝ち越したため、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは5試合に登板して1勝0敗、防御率2 2 5奪三振の成績を、 残した。2012年4月3日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、5月11日に60日間の故障者リストへ移動した。7月18日に故障者リストから外れ、トリプル A 級リーハイバレーへ降格。9月2日にメジャーへ昇格した。この年は13試合に登板して0勝0敗。 防御率3.3826奪三振の成績を残した。2013年3月17日にトリプル A 級リーハイバレーへ移動し、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級リーハイバレーでは13試合に登板して3勝0敗、防御率1.89奪三振と好騰。5月11日にメジャーへ昇格した。この年は58試合に登板して3勝3敗。 防御率3.8642脱三振の成績を残した。2014年は開幕ロースター入りし4試合に登板したが防御率7.20でブローオンセーブを記録するなど結果を残せず4月13日にトリプル A 級リーハイバレーへ降格した。5月25日にメジャーへ最小を獲した。この年は54試合に登板して3勝1敗。 防御率2.3949奪三振の成績を残した。2015年は61試合に登板して0勝2敗、防御率5.5168奪三振の成績を残した。10月9日に FA となった。2015年12月2日にシアトルマリナーズと1年契約を結んだ。2016年のスプリングトレーニングでは制裁を書き、 3月16日に自由契約となったが18日にマイナー契約に切り替えて再契約した。開幕から参加のトリプル a 級タコマレーニアーズでプレーした。2016年6月11日、5月29日に行われたトレードの後日発表選手としてテキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は 参加の AA、A、級ラウンドロックエクスプレスでプレーしていたが7月14日に自由契約となった2016年7月22日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ移籍後は参加の AA 級ハリスバーグセネターズと AA 級シラキュースチーフスでプレーし移籍前を含めて4球団合計で45試合に登板して5勝6敗1セーブ 防御率3.7243奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年2月28日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが3月下旬に自由契約となった。その後4月6日に独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約。4試合に先発登板して3勝1敗。 防御率1.4022奪三振の成績を残した。2017年5月9日にマリナーズとマイナー契約を結んだと報じられ、11日に球団から正式発表された。11月6日に FA となった。2018年2月25日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。シーズン終了後に FA となったが、 2019年1月26日にマイナー契約で再契約した。11月4日に FA となった。2020年よりロサンゼルスドジャース参加トリプル A 級オクラホマシティドジャースのブルペンコーチに就任することが内定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグが開催されなかったため一旦取り留めになった。 2021年より再度ブルペンコーチへの就任が発表された。ありがとうございます。